皆さんこんばんにゃー。こんばんにゃー。ケビンさんです。リンさんです。はい、本日は私井上が進行させていただきます。よろしくお願いします。性能がないもんね。性能がないね。いつもとはイレギュラーで、はい、でそしてはい、 KBN の仰天さやかです。はい、 KBN の宮川哲平です。よろしくお願いします。なぜ今日私が進行役を買って出たかと言いますと、はい、ケビンさんがついについに100回です。すごい、すごいですね。すごい、毎週毎週更新しよったら、はい、100週っていうのがだいたい2年くるか、こんなぐらいですか、ぐらいな、うん、でまあそんなに経ったわけですよ。すごいな。なんかもうありがとうございます、ね、継続は力なりで、力がついとるかどうかはまあ別として、いやそう、それ我々はね、うん、もう全然力ついてないかもしれない。でもあれやね、聞いてくれよる人はちょっとずつなんか反応があるかなみたいな、うん、気はする、気はする。でもちょこちょこ私も、うん、あの聞いてますっていうのは言ってくださるのと、あの方言がたまに出るのが、うんうん、ええですねっていうか、それは嬉しい。そうなんや、うん、と思いながら。確かに他の番組で一人喋りとかしおるときに、うん、そんなに私方言で喋ることがないというか、たまにポンポンって出ることはあってもずんやり方言はないけど、うん、この番組はずんやり方言かも。そうですよね、うん、なんか結構出ちゃいます。普段の喋りのまんまですもん ね。そうやな、うん、確かに確かに、うん、ほんまにごめんなさいね、みんなさん。みんなさん、みんなさん、ちょっと間違えた。まあでもね、こうやって100回を迎えられましたのも、ひとえにリスナーの皆様のおかげでございま す。本当にありがとうございます。ありがとうございます。メルシー、はい、そんな感謝の気持ちを込めまして、はい、本日はリスナープレゼントを一つ作りたいと思います、はい、あ、そう、一点ものの、一点もののプレゼント、はい、すごい。で、私が用意しましたのが、はい、ちょっとあまりに温めすぎてシワシワになったエコバッグ。シワシワの後でアイロンかけます。これ、うんうん、このエコバッグに、はい、ケビンさんをさやかちゃんがね、キャラクターの生みの親なので、あの皆さん知ってました、ケビンさんって猫なんですよ。そう、ケビンさんって猫なんですよ。猫のキャラクター、これってどっか表に出とんでしたっけ。バッチ、あ、バッチ、バッチ作ったね、懐かしい。うん、そう、なんで結構初期やったよね、あれ作ったのが。そう、初期なんです。だからあれを知ってくださってる方はもう認識されとるかもしれんけど、うん、たまたま聞いたとか、うん、なんかニャーニャー言おるけど何のことやろかみたいな、なんだニャーってっていう人は初めて、あ、なるほどねっていう腑に落ちるというか。実は猫だったっていう、うん、そうです。そう、しかもさんがそのキャラの生みの親で、そう、シュールな猫ちゃんがね、恐れ入ります。もうあの当時画伯と言われていたんで、ね、でもなんかケビンさん描きすぎて上手くなった説っていうのがあって、あ、ありましたね。そう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 、あれから描いてないから今度はケビンさんのフォルムがわからない。ケビンさんどんなだったっけなみたいな。その体に染み込ませて描いてないもんね、うん、全然。なんかケビンさんって私の中ではなんかスラッとした猫なんやけど、はい、うん、サングラスが刺さっとるっていう。あ、そうそうそう、なんかあのサングラスかけれてないっていう、立体感というか空間を無視した。そうそう、なんかまるで眉毛のようになってる。そうそうそう、そう、うまく説明できるよね、あの状態全然できないですよね。なあ、サングラスなんですけどね、ちょっともう最初笑ったよね。なんかこう顔についとんのになんか机の上に置いてあるみたいな。そうそうそう、まあ、2D なんか 3D なんかみたいな。そうなんですよね、またちょっとそれ、うん、ぜひ皆さんにもどんどんグッズを手に取った人しかわからない、うん、どんどん広めていかないといけないところなんですけども、はい、いやでも私は本当にこのキャラクターが大好きで、ありがとうございます。ケビンさんをどん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 みんなにこう広めていってグッズをたくさん作りたい、はいはいはい、あの LINE スタンプもね作りたいなって、うん、前にも言ったけど、妹さんに頼めばもうお茶の子さいさい。実写にならんけどね、ちょっとあの頑張って私勉強して LINE スタンプをいつか作ります。ぜひぜひ。なのでお願いします、はい、今日はちょっとねエコバッグを手書きで、はい、はい、もうさやかちゃんドキドキやな。いや、ドキドキします。だってこれはこのマジックで書いていくってことですか。もうそうそうそう、もう、もう、もう一発で。いや、もしあれだったら鉛筆で下書きしてもいいけど。どうしましょうか皆さん。ジョージさん線方がいいんじゃない、うん、なんか私もそんな気がする。いいかな、うん、でも結構ペン先太いね。
そうなんですよ。だからもう顔だけとかにしますか。顔だけでもいいかも、うん、顔だけで、あのロゴを宮川くんにケビンさんを書いてもらって、番組タイトル、はい、布書きペンがねありますのでね、どうこれ表裏はあるんですか。あの買っとるやつ表はすでに柄がついとんよ。あ、こっちを外に向けとけば大丈夫ですよ。皆ラブイズベストって書いてますけど、すごいですね。サイズ的には何センチ何センチって書いとる、ね、およそ縦がですね、うん、360なんで36センチ、うんうんうん、で、横28センチ、町が110センチ、嘘です、110センチめちゃくちゃでかい、110ミリ参拝業者とか扱うやつ急に、ね、まあ、コンビニとかちょうど A サイズかね。ちょうどいいです、ちょうどいいです。あの A4 とか入るぐらいのサイズ、入るところは入るんです。全然余裕で入りますね、うん、なんで A4 は。あの男性にも使ってもらいたいなと思うので、うん、いいです、これは、うん。じゃあちょっとこれ書いた方がいいんですよね、うわ、ドキドキするな、どうしようかな。しかもこの今オンエア中に書くっていう、うん、ちょっとペンでも振ってこうアピールしておきましょうか今書いてますよっていう、今から本当に書きますからね、これ本当に書いていいんですか。でもこれ書っきょる間なんかこう、うん、間を持たせんことには多分いつもなのひたすら無言っていう。そうやね、またあの放送事故っていう、ま、放送事故さすが見られながらはあれでしょ。いやいやいや、それはいいんですけど、それはいいんですけど、じゃあその間に回したいって宮川君。いやいや、もうそれは無理です。回したいって、そういうことか。テーマ決めてくれたらね。テーマなんやろ、なんですかね、なんでしょうね。思い出語る言うてもな、100回でも何してきたんですかね今まで。100回っても話題だけで言うと結構毎回違う話題でいこう、うん、前それしたなとかってあったから。そうやな、もう書きますよ。あ、どうぞ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 。もういいんですか。いいですよ、いいですよ、行っちゃって、行きますよ、はい、どうしますか。どんな話題してきたっけ、あんま別に記録取ってないんですよね。なんかバックナンバーはあるのはあるけど、あんまりちゃんと聞き返したっていう経験はなくて、今まで一番印象的やったのは、うん、みんなで人生ゲームかなんかをひたすらね、ヘビーリスナーの方にシュールだと言われたっていう事故かと思う。あれ番組上が YouTube アップしましたけど、番組上15分そこそこで、うん、実際なんか1時間以上やってましたよ。そう、あれ結局ねアップできてないよね。確か、そうか、うん、あれね、申し訳なかったです本当に。いやでも楽しかった、人生初めての人生ゲームで。あれあの時初めてだったんでしたっけ。私初めてだった人生ゲームが。面白かったですね、あれは。なんかめちゃくちゃ印象的というか、うん、何も伝わらなそうっていうまさかね、走行しておる間に大胆な画伯がかなり、ああ全然なんかその端の方残すとかなく、うん、あ、もうそういう約束だったか。いやじゃなくて、なくてそのこの端の方とかもうベッてこうなんていうのベッてこうもうはみ出てる、そうスパッていってしまうわけやね。そうそうそう、そういやそういう予定じゃなかったんですけどね、うん、ちょっとやっぱり行っちゃったねそっちに早い。いやでもこれね、画伯は早い、違うんですよ、勝負が早いね、違うんですよ。意外とね、想像以上にね、なんか輪郭よく描いてしまったからね、どうしようかなって今思ってるところあ、その味が、画伯が自分としてはちょっと味がもうちょっと、そう、もうちょっと本当はなんかケビンさんって変な、いや変なっていうかね、もっとこうあれやったんやけどあれやったって、ね、微妙な歪みは確かに味やったかもね。そうなのよ、でも歪みを残すって難しいよね。いやだからそれがやっぱ画伯たるゆえん、うん、であの漫画家とかでもね、コミック最初のそれこそ私ろくでなしブルースの最初見た時に、はいはいはい、なんだ正直この汚い絵はって思ったんよ、うん、でもだんだん見よったら自分が見慣れてくるっていうのもあるけど、うん、1巻とかと8巻とかと比べてみたら全然違うね、のタッチがね。まずあの線の数が減っとるというか、うん、はいはいはい、はい、スラムダンクでそれめっちゃ感じました。ああそうかも、確かに。私昨日コナンをたまたま甥っ子が来て見てて、うん、でそれを一緒に見ててなんか第1話を見てたんですよね、うんうんうん、コナンの全然アニメの1話。そう、俺らが小学校の頃、そうですよ、小3ぐらいやと思う多分。大昔コナンってさ、うん、なんか最初金田一航佑みたいな、金田一少年みたいな探偵ものじゃなかったけど、なんかすごいことになってるね映画版。え、あ、今違う、なんか普通に、なんか今なんか新幹線大爆破みたいなことになってません？あ、そうなんや、そうだったっけ。なんかミッションインポッシブルみたいな、なんかこの間テレビでやるの見たら、うん、なんかあの
どこや、シンガポールかなんかのホテルが、うん、なんかビルからザーってずり落ちて、うん、なんかそこでなんか波動みたいなのなんかこう、うん、はーとかっていう空手家みたいなやつが格闘で戦って、うん、なんかとんでもないことになってますよコナン君。そうだ、進化しょんじゃう。そうだ、うん、もういろいろ混ぜ込んだんじゃないやっぱり。いや面白かったですけどね、うん、いいよコナンはな。あすごい、あできるできる、ちょっとでもやっぱなんかちょっとなんかいや刺さった刺さったで、サングラスが 今ちょっとちょうど今サングラス刺さりましたちょうどこう、はい、刺さりましたよ。なんかやっぱちょっとそのなんですか、あれっすね、あれって、あれっすね。でも私あのその刺さったサングラスも好きやけど、私あの口元のっていうあの三本線が大好き。あのなんかすげえつまんなそうな、なんかあのそう、なんかやっぱちょっとあれっすね、ケビンさんのあのキャラクターをね決めた時に全然できた、ね、全然迷いなくスッスッと書くの、できたやできましたわこれは、できたできた、これね、うん、いいですよ、なかなかいい、ね、結構いいですよ、こっちを表にしてみんなにあの買い物行ってほしい感じ。そうです、これはいい感じですよそう、それで当時宇佐美さんがねおった、宇佐美、あそう、まだちょっと宇佐美さんあんまり出てきてないんよ。そうだ、出てきてないっていうか、うん、別に出すとこも今年そんなキャラ固まってないでしょ、キャラな、あのさやかちゃんの中にだけあるけんな、実はいっぱいおったんですけどね、ケビンさんの彼女、うん、いやケビンさんの片思いやんな。そうですそうです、あの会社の癒しの、うん、マドンナマドンナマドンナ、そうそう、あそっかそっか、ケビンさんってスーツというかのシャツ着てるもんね。そうなの、ネクタイ締めて、そう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 、あじゃあこれネクタイにしよっか、この金色はしよっかっていうか、まあ、かけないからちょっとここにちょっとだけサービスで入れときますね。じゃあいや迷いが書き出したらな全然ないやん、書くとこ書き出したら全然迷ってない、これはもうネクタイ、これ聞いてくれてる人だけ、あこれネクタイなのねって思う。ちょっと向こう側の町にも書いときますすごい、私でもこのって言った宮古頭うっちょるし笑いすぎてすげえな、向こう側の町にも書いときますって、でもこれ T シャツ可愛くない？いやでもこれありかもしれないです、うん、こういうの、うん、だから向こう側の街にもほら書いてるすげえな、ありがとう画伯、いやいや画伯健在だった、ね、こんな感じですね、いやかわいいかわいい、じゃああとは頼みました、宮川さんのロゴっていうかケビンさんっていう、でもねちょっとねあの乾いてるかな、 黒がね危険なので、うん、あまだ乾いてないか、そうなんです、これを乾いてない、ちょっとじゃあ抑えて、まあ、はみ出るから、そういうとこはすごい細かくあれしてくれる、ね、うんうん、そうそう、ここ意外と細い、そこはな黒がつかんように、あんまりずれないとこ、はいはい、抑えてくださいね、ほらもうほらついたついた、こうなったからこうしてください、はい、滑らさんようにお願いします、はい、これでお願いします、いやでもここすげえ狭いよじゃあもうこれでいいです、じゃあ、はいはい、しましょうか、はいはいはい、じゃあケビンさん書きます、はい、ケビンさん、どうぞちょっとじゃあお話をしておいてくださいませ、うん、はい、で宇佐美さんはとケビンさんは今どんな仲なん？まだちょっと進展はないんですけど、うんうん、でもいつも癒しなんですよね、でもね猫村さんっていうね、うん、あの厳しい上司がいるんですその人はちょっとケビンさんをよく叱ってて、うんうん、その人に怒られるから、うん、宇佐美さんが癒しになってるっていうのは間違いないんですけどなるほど、そう、なるほど、それぐらいのところですね、まだ。そっか、すごい設定があったんですね、うん、そうなんですよ、なんかねいっぱいもっとね私がこう時間があったらねキャラを描くんですけどねでもあの今度それこそ私グッズ展開として、はい、ノートを作りたいな、ケビンさんノート、うん、ケビンさんノート、無地のノートにさやかちゃんに書いてもらったらもうすぐできるなと思ってそれでもノートになりますかね、もうなるなる、気づいたらあの私しか書いてないみたいなどこにメモをするんだっていう私も表紙の無地のところにこうそっちですね、ケビンさん書いてもらって、あ中身じゃなくて中書きよったらもう大変なことにそうそうそう、でもあのさやかちゃんの妄想ストーリーをもとに、はい、
なんかちょっと表紙の裏のところ、うん、学習帳みたいなあのストーリーみたいな書いてないんじゃない、うん、こうペラッとめくところに、うん、そうしましょうか。でところどころの何ページかのところにこう隅っこにちょっと挿絵じゃないけどあって、いいですね、隅っこケビンで、うん、ちょっと流行りそう。そうなんかいろいろなグッズ展開したいんよね、まだねできてないけん。そうですね、弥生さんはでも いろんなこうなんていうかアイディアを思いつきますよね。私もグッズに命かけとるくらいグッズグッズばっかりやるけん。確かにね、でもそれぐらい私にとってこのケビンさんっていうキャラクターは、はいはい、グッズにしたいだけの力が、絵の力があるんやって、聞きました？皆さんどうしましょうか。これは嬉しいことですよ。そして宮川くんもためらいなく、まあ、宮川くんはもともと芸術系の ね感じやから。そうなんです。じゃあ今のうちにね、弥生さんはなんかそのリボンを持ってるのは、そのそれであの持ち手のところにリボンをネクタイ風に巻こうかなって思いよ、はい、めっちゃすごい。それで完成かなと思いよって、ちょっと宮川くんが書き進めよる間に決めなきゃいけんことがありまして、はい、どうやって応募しよう。あ、そうですね、うん、確かにメールで応募してもらったらいいんやけど、うんうん、なんかこう条件というか、何か書いてもらう的な、何ですかね、何だろう。もっと歪んでた。原さんの誕生日でも言ってもらえますか。じゃ原さんはね、肉の日に生まれた男なんですよ。肉の日でも肉好きじゃないですよね多分。うん、原くんは好きな食べ物ないからね。そうですよね。じゃ原さんの好きな食べ物はにしますか。ない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 。それがクイズの答え。そう、いやでもなんか、まあ、まずはお名前、うん、お名前、あとは、うん、まあメール送ってくれたらそこに返信できるから、うん、特にその連絡先なくてもやり取りできるから、そ う, か そ, う, かそうですね、うん、大丈夫かな。じゃあなんかリスナーネームみたいな、なんていうんですか。そうやね、あなんかうん、ラジオネーム、あそうですそうです、うん、ラジオネームと、ケビンさんへの愛を一言叫んでもらいたいな、ね、叫んでもらいたい、なんかこう感想でもいいし。そうですね、 なんかでも今後こういうのもテーマに話してくださいって、ずいぶん偉そうですけど、うんうん、話したらいいんじゃないかぐらいのなんか言っていただけたらね、うんうんうん、そうやね、いいな。いやでもなんかケビンさんどういうところがいいと思って皆さん聞いてくださってるんですよね。ね、ちょっとそこをやっぱりなくしてはいけないので改めて問いたいね。そうですね。いやとりあえず方言はこのまま行こうと思います、うん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 、方言っていうかその、そうやね、いつもの通り喋れさぬき弁を喋、うん、ってる感じで普段の会話そのままに。そうですね。あとは何ですかね。どうですか先生、宮川先生できよりますか。思ったよりこの紙難しい、紙じゃないこの布難しいですね。布に書くって難しいよね、うん、そうですよ、思った太さになってなかったです。文字がだんだん立体的になりよるよ。すごい、うん、これこんななんか激レアグッズ放出して大丈夫なんですか。1個しかできんやろ、本当1個しかできない、世界に1つ、私らすら持ってないっていう。本当ですね、うん、なんかでもそういうのあります、その家とかに、うんうん、そのなんかこう応募して当たって、そのなんていうんですかね、うん、例えばあのヴィトンの財布とかだと、はいはいはい、まあ、持ってる方も当たってなくって買ってるでしょうけど、うん、持ってる方いらっしゃるじゃないですか、なんか世界に一つ的な。そうですそうですそうです、あの5名様抽選で5名様に非売品のなんとかプレゼントみたいなので持ってたりします。いやない気がする、なんかそういう系の検証ことごとく弱くて、あ当たらんのよ、なんか持っとん。私ね今パッと思いつくのが、うん、あの中学校1年か2年の時に応募した、うん、もっといやでも中1か中2だと思うんですけど、うん、なんかすっぴん嵐っていう、うん、嵐が一番最初にコンサートした時の、うん、なんか非売品のグッズで、うん、なんか当時ロールになってる油取り紙が流行ってたんですよ、はい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 、でなんかそういうこう、指2本分ぐらいのこう、うん、ちょうどこう正方形とまではいかないんですけど、うんうん、まあ、あのちょっとこう角のないような四角の
プラスチックの中に入ってるロール油取り紙が当たりました、うん、何のあれ、雑誌か漫画の検証だったと思うんですけど、すごい、お姉様ぐらいにしか当たらないやつだと思うんですけど、それは羨ましいな。それぐらいですかね。ちょっとそれとケビンさんバッグとの価値比べたらどうかはちょっと謎やけど金色、はい、最後金色で、金色、やっぱりね、金で、なるほど、最後は、ね、なるほど、なるほど、だからね、うん、でも本当なんかもう、でもそういうのってなんかまあ応募しないとね当たんないんだと思うんですけど、私はなぜか妹の名前で、うん、検証に出すとやたら当たるっていう、うん、あ、でもあるよね、あって、うん、うちも妹の方がくじ運良かった気がする。だからなんか私もしかして妹リエって言うんですけど、仰天、うん、リエの方が良かったのかなとかって思ってました当時は。あった持っとったんやろな、なんかね。いやでも多分その妹の名前で出して、あ、でもそこの時点で姉の欲が入っとるよな。そうなんですよ、妹の名前で出したら当たるかもって出した時点で、なんかこう欲がない方が当たるとか言うやんか。ある日から突然ね、何回も何回ももう妹の名前でめっちゃ当選して、なんか当時中学生だったにもかかわらず、なんかコーチのバッグとか、なんかいろいろ当たりましたよへえ、すごい。何だったんでしょうね、もう今は多分当たんないでしょうね、あの頃どういう境地なんそれは。いやいや、なんかあの子当たり当たり終わったみたいな、一通り当たったって。いやもう大人になっちゃったからだから、あと宝くじとか、あ、できた、はい、すいません、なんかうまくできませんでした。いや、かわいいかわいい、あ、さすがさすが、あ、すごい、スムさんも入れておきました、 ありがとう。キラリちゃん書かんといかんのじゃない。キラリちゃん急に書けと言われてもキラリちゃんほら見て、私がキラリちゃんをじゃあ書いてください。じゃあ切られましょうか。すごいですね、このスペースでまだ書けるっていう判断が画伯です。俺はその勇気はないです。え、どこに書くか知ってますか。ここですそこなんそこなんや、当たり前でしょ、書くとこないもん。キラリの髪飾り、これあざってことにしますか。じゃあもうなんか打ち抜かれたみたいにいかん、これはなんかピッてこう先に出てる感じ。キラリのキラリちゃんって皆さん知ってますかね。どうやろう、まだあまり知名度が、あ、あの太陽のやつっていう意味では知ってくれとるかも。キラリと言います。キラリちゃん可愛いんですよ。キラリちゃん番組持っとるからね。あ、え、あるんでしたっけ。うん、アニメジュークボックスっていう番組持っとって、あのマスコットキャラクターのキラリですって言って、それはアニメのアニソンが流れるみたいな。そうそうそう、アニソンが流れる番組。なんか太陽だから金色にしとこうキラリも芸術的になったな。いやすごいですね。いや素晴らしい。これはケビンさんのあざです。いやでもなんかこれ欲しい人おるんかな。ちょっと宮川くん今参加してなかったけど、あのケビンさんグッズ何がええと思う。あ、何が欲しいかですか。そう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 、男の人が持ち歩けるグッズって何なんやろ。靴べら持ち歩かねえよそう、いやでも欲しいって言ってやっぱ T シャツとか欲しいですけどね。 T シャツ作れそうやね。なんか私昔あのビーズのライブ T シャツが、はいはい、あの背中になんか顔があって、吹き出しが顔の前に、あの体の前に来とるっていう T シャツだって。ケビンさんもバックプリントにケビンさんで、タバコの煙が前に来とっても、あ、ふにゅーみたいな。そう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 、それはしゃれてます ね、 ですね、うん、いいね。で、いや T シャツ欲しい。なんかそんな T シャツ作ろっか。ちょっと欲しいですそれ。略してケビティですね。ケビティ昔流行ったみたいな。もうどうする、白 T 買ってきて、私がはいさやかちゃん書いてて、全部手書きのケビティそれ一点物やから、うん、原宿あたりで3万ぐらい売れるんじゃないですか。売れるかな、ええー、か売る、うん、何をまた書こうと。これはね、何だと思いますか。何を、あ、ちょっと失敗しちゃった。ケビさんに突っ込む。
さやかに失敗の文字はないんで。そうですよね、うん、ちょっと覗き込んだけど何かよくわからない。わからないですか。まるでこうちょっとイブサンローランみたいでしょ。ちょっとこれせっかくかなり長尺で今収録しているのを15分に凝縮してのケビンさんになるので、はい、ノーカット版ちょっと YouTube に上げようかな。それいいですね、うん、このまったりとしたケビンさんのキャラかな。あ、わかった。なんかわかりました。わかった。こっちから見たらわかるかもしれません。 BTS みたいでしょ。YTS です、ね、YTS、うん、ここに原さんを入れないか。 YTSH 原さん、じゃあここにこうやってしようか。すごい新しいロゴができておるよ。あ、そこ、うん、あ、なるほど。これで検査ケビンさんに刺さった。中入るやん。ちょっとケビンさんタラーンができたけど、これでいきましょう。原くんに牛耳られた YTS やイブサンローランとかに結局ジャイアンツみたいになってるやん。かっこいいよ、かっこいい、かっこいいね。なるほどね。とか原さん このミキサーというか包容力によって、そうそう、原さんによって全てがうまく回っているという。100回記念で新しいロゴまで誕生しましたね。じゃあ私が最後に持ち手のところに、はいはい、ちょっとまだちょっと、はい、趣味かもしれんので気をつけてくださいね、手に。すごい、ね、あ、赤でも、あ、赤綺麗。宮川さんネクタイは結べますか。私ネクタイ結べないんですけど、リアビさん結べるってことでしょ。だっていやでもね、私の結び方は多分すっごい簡単な結び方やと思うよ。女性って結ぶことはないですよね。あんまないよね。一回もない。高校とかになるとね、なんかなぜか分からんけど、なんかこう普通のスーツ着た女の先生とか、そんな、なんかあの人みたいなことあるんですか、あの政治家の人。あの何やったっけ、うん、でもなんかあんな感じの、うち近くの先生がそんな感じやって、すご、別に普通の人やけど、格好はスーツにネクタイやったの。あ、そうなんや。誰やろ政治家の人って。やる気元気湧き。あ、そうです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 そうそうそう、それそれ。普通はでもネクタイがなかなか、うん、なんか、ね、この辺だと商業さん、坂出商業さんがブレザーでネクタイなのかな。そうやったっけ。あ、そうなんや。多分女性、女の子もネクタイじゃないかな。いや、そこまで見てないや。またよう見とるな。さすがコナンの血を引く。なんかまたそのなんか誤解を招くでしょ。よく観察力のわかんないでしょ。私ね、いつかね、うん、こうコナン君みたいに何かの時に遭遇したら、うん、こう現場検証とかで話を求められたらいかんと思って、うん、いろんなものをねよく見るようにしてるんですよ。で、真実はいつも一つっていう。ここでこうバラしてしまったので、もしかしたらもうそんな機会もないかもしれないけど。なんかあんまりわからんな。リボンの太さが同じ幅やけん。ああ、なるほど。そう、なんかネクタイっぽい広さになっとったあれやけど、ちょっと幅が違うけど、まあいいや。ちょっとリボンもつきましたよっていう感じで。これですごーい、いいなー。ケビンさんバッグ完成。完成すごい。いや、でもいい、ね、なのでぜひ皆さん応募してください。ください。メールですか。メールで、fmsanmix@kbn.ne.jp、 綴りは fmsunmix@kbn.ne.jp です。もしくはフェイスブックのところに送れと、バック送れと書いてください。バックくれ言うて、バックくれと、うん、いや、ちょっとこれからもねこういうのをちょいちょい挟みつつ。そうですね、うん、いや、すごい。でも本当感慨深いです。ますますパワーアップしたケビンさんをお届けしていきましょう、はい、そうですね、頑張ります。頑張りましょう。はい、ということで101回目からもよろしくお願いします。お願いします。
よろしくお願いします。頑張ります。来週も聞いてにゃー。聞いてにゃー。